16歳バカンスの神様です。以前やっていた10回ゲームですが、はい、西野さんにもう少しだけ頑張ってほしいです、はい、なんだっけ10回ゲーム、あまりにも弱すぎたんで、ないっけ、俺弱いんけ、単語を何でもいいので10回あの笑わずに言えたらクリアっていうゲーム、顔見てた、そうですそうです、で、まあ言う単語は相手が指定していいっていうルールでしたね、はい、俺が言うの10回、はい、梶原さんが単語を指定していただいて、西野さん、じゃあブルガリアヨーグルト、じゃあブルガリアヨーグルトを俺が10回、西野さん笑わずに言えたら、するゆっくりですよ、シカゴブルズの、はい、ブルガリアヨーグルト、あーちょっと長めの、うん、はい、それを10回言うの難しいな、こっち見て、どうしよう、違う、お前がそのお前がちょっとその笑わせようとするからでしょ、知ってない、だから普通に見てやなんかちょっとここに顎をストンって乗っかる、顎乗っけに来てない、普通の顔してもほんまにこれの顔、うん、ね、こっち、はい、こっち向いて、はい、じゃあ10回ですからね、ゆっくり、ほんまだ、もう一個も言え、一文字も言え、一文字も言えないもん、これいつになったらこれできるんですか、5回、あじゃあ5回、ちょっとだからお前その顔芸みたいなお前こうなってる、違う違う、じゃあ最初だろ、じゃあもうシャッてやってるやんか、俺も笑ってまうから、あそういうこと、そうキムチ売ってるってこと、キムチ売ってるもう OK 言ってあげて、 OK 俺が殺したいんだ、そうやちょっとずつ言ういくよ5回、今は感動してんね、喋り出してからね、はい、ダメよ、いいシカゴブルズもうダメだ、無理、引退これ無理ないな、やっぱ逆でやってみましょうか、俺の意見前は切れてきてないですからね、言うても